Nah, sekarang tinggal Archon Quest, Story Quest, World Quest-nya di Liyue. Selamat menikmati. Kanshin ni aitai nara, chance wa 1年に1度きりだぞ。銀遊野郎が教えてくれなかったら、今年の七星ゲーセン儀式は見逃すところだったな。Apa ini? Do you know when it is? Do you know where it is? When? Kapan atau di mana ya? Kapan aja lah. Kyou kamoshirenai shi, ashita kamoshirenai. Sekkaku Liyue ni kitan dakara, koko no hito tachi ni kiite miyo. Ah, sou da.関心モラクスだけど知ってるか？オイラたちが使ってるモラはその神の名前が由来なんだ。オイラたちみたいなよそ者がリーウェで関心の名をそのまま呼んだらすぐに無礼なよそ者扱いされるから気をつけろよ。だからここはリーウェの人たちと同じように岩王帝君って呼ぶようにしとけ。任せてください。何でも私にお任せを。助けが必要な方がいるはずです。リンラン七星ゲーセン儀式ね。確かに言われてみれば今日だったかしら。岩王帝君が毎年神託を下し、この先1年のリーウェイの経営方針を導いてくださるの。去年神託を迎えたのは確かリーウェイ七世の幽変。リーウェイ七世。ああ、それならオイラも知ってるぞ。モンドが自由の都であるようにリーウェイは契約の国で商業と貿易を大切にしてるんだ。七つの勢力を代表する七人の商人リーウェイ七世がこの国の実質的な管理者だぞ。あら、他国の人はいつもそう言うのよね。私たちにとってリーウェイの真の管理者はずっと岩王帝君よ。七星は人間、帝君は神様。モンドには自由の神様がいないけど、私たちのところは違う。ちゃんと神様が存在するの。口で説明するのも難しいわね。あなたたちもリーウェイ校にいればおのずと分かってくるはずよ。神のいない城を離れた次は私たちの国、神と共にある歴史を体験するといいわ。オッケー、ランジュ。がたピリアンやたて。ごんはい。やあ、君たち、七星ゲーセン儀式を見るために他国から来たのかな。熱心だね。そういえばこのリーユエに数十年も暮らしてるのに私は一度も見に行ったことないよ。これが地元だからこそ行かない名所というやつか。それはさておき、君たちの旅路に幸があらんことを祈ってるよ。リーユエへようこそ。オッケー、ありがとうございます。apa ini? Bohai. Bolai. Bohai. Kimi tachi mo Chisei Geisen Gishiki o mitai no kai? Watashi mo sa. Koko no dare mo ga mitagaru gishiki da kara ne. Shounin toshite Liyue no mottomo juyou na saiji ni kanshin o motanai wake ni wa ikanai. Sakunen no shintaku ni atta 17 no okotoba wa shijou ni ookina eikyou o ataetan da yo.それに今年に入ってからずっと
天守園の行幸様が動くという噂も耳にするしね。神の目の持ち主が元素の力で作った岩石を彼女は税務上の鉱石の範囲から除外したいらしい。かなり専門的な話だな。信託と市場に関心を持つ人々が多いのもこの貿易港の魅力の一つだ。岩王帝君はね、七神の中で最も古い人柱なんだ。その先を見据える目を我々はいつだって頼ってきた。それに今年の信託を1秒でも早く知れれば他の人よりも早く儲けることができるかもしれないからね。儲ける?どこに行けば継戦儀式が見れるんだ。そうだな、ここからだと距離があるし、細かな道の名前を言ってもきっと覚えられないと思う。とりあえず玉境内へ行きな。高いところを目指すといい。そこはこの港で最も高い場所にある。ほら、高いってだけで神と対話するにはうってつけの場所な気がするだろ。オッケー、があったその、teleport dari sini。みんなを守るからね。ゲーセン儀式の日に願い事をすると叶うって聞いたぞ。試してみたらどうだ。レニオ、オッケー、ランスがちゃえ。リーウェは初めてかい？実は私も初めて七星ゲーセン儀式を見に来たんだ。ほら、あれがリーユエ七星の天守園、行幸様だよ。リーユエを管理する者に芸仙儀式を仕切る資格が与えられるんだ。そうだ、知ってるかい？リーユエの仙人たちの多くは獣の形をしていてね。岩王帝君自身もこのような公式の場では半分麒麟、半分竜の姿を見せるらしい。ああ、願い事の邪魔をしたら悪いね。さあ、この場所は君に譲るよ。I wish I could get some lead from the queue archon. Minta permohonannya gini, bukan gini. Oke, lanjutnya di ada dua lokasi. Ya, kimi mo senki ni hure ni kita no kai? Oni-san wakattoru ne.この日に願い事をすると帝君と仙人たちの加護を得られるんだ。こっちはもうお願いが済んだから、ここは君に譲ろう。ありがとう。 I wish I could find my sister's suit。 願い事もしたし、あとはここで儀式が始まるのを待つか。うーん、行幸様の準備はあとどれくらい必要なんだろうな。OK、ini malam ini cuacanya nggak cocok buat ini.Gantinya ke gua ganti ke pagi aja.
後ろにいたら何も見えないぞ。時は満ちた。殺害された。この場を封鎖しろ。調理かえに、こ、怖いな。犯人がこの近くにいるなんて。あれ、オイラたちもその現場近くにいた怪しいものってことにならないか。どこ行くんだ。 It was a cut we faced off again when we first arrived in this world too.We cannot fall into their hand. Itu aja lah. Soto ni mo heishi ga taksan iru zo. Omae no yu toori da. Omae no mibun wa kawatte iru kara. Hannin ja nai kedo, tsukamaru to abunai. Kedo, hontou ni koko kara derareru no ka?Oops, lewat mana ini? Oh, lewat sini. ついてきて。はあ、疲れたぞ。I'm even more beat. Just what muscle do magically floating use exactly? 思いやりが足りないぞ。オイラの幻想の翼は。タルタリアだ。講師と呼んでくれていいよ。Call me childy. Child. Orang-orang bacanya child. Gua lebih enak bacanya childy. Tapi pas modelnya dia ngomong itu Tartaglia gitu. Wah,
オイラたちを助けたからって見下してないか？そんなつもりはないさ。名前というものはただの記号だからね。例えば君たちはモンドで宿女に会ったね。宿女、講師。お前ファデュイの執行官か？はあ、そう怖い顔しないで。別に喧嘩を売りに来たわけじゃないから。どうやら宿女は君たちに悪い印象を与えたようだね。ふん、あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来たんだよ。やっぱりね、help. I don't need help from the Fatui who live. シャトアチャラ。そうだよ、助けに。俺は悪いやつじゃな。いや、まあ悪いやつか。とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃない。とりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない？サンキューな、騎士さん。君のモンドでの活躍は聞いたよ。だからさっきの儀式中、君のことを少し観察させてもらった。だからこそ君に怪しい動きはなかったと知っている。神を殺した犯人は別にいるだろう。けど嘆かわしいかな、ファデュイはスネージナヤの使者だ。こんな大きな事件に対して俺の証言は信じてもらえないだろうね。リーウェを統治する七星はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てくる。それはファデュイのせいだと思うけど。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。俺も警戒されるのには慣れている。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、君には北国銀行まで来てもらう必要がある。それにここに留まり続けるのも良くない。リーウェには壁に耳ありということわざがあるからね。お、dapat achievement gua。なんて、助けが必要な方がいるはずです。北国銀行。そう、ここはスネージナヤがリーウェに開設した銀行だ。リーウェはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。まあ貧乏な国だったら上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。はい、これを君に。これは？さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない。簡単に言うとこれは目印となるものだよ。三眼五剣仙人が君に危害を加えないためのものさ。仙人だって？城を出て北に向かうと桐原の西に石林がある。絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。 They really believe that is not it just a legend. ああ、彼らはその伝説を信じてる。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても中に入ろうとは一切しない。
でも俺は信じる必要なんてないんだ。なぜなら絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会ってどうするんだ？ねえおちびちゃん、人々が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、病を治すためであり、良縁を結ぶためだ。そして君たちは真相のため。真相？七星が仙岩軍を派遣したのは儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人があの仙軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思うかい？元神は別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ。こんな雑な対応七星らしくない。おそらく You think they are trying to hide the true culprit? Culprit gimana ini bacanya? Dicek. Culprit. Pelakunya. Culprit. 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 Okay. You think the Qing Xing. Ini bacanya CH ya kalau orang-orang itu. Qing Xing did it and they are trying to pin in someone else. Yang mana ini? Dua. 君の考えは俺の想像よりもずっと過激なようだ、モンドの栄誉騎士。今北国銀行が仙岩軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない。それに仙人には関係がないからね。リーウェは元神と仙人たちが共に作った地だ。もちろん武力で。仙人のもとへ行くといい。七星の使者より早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ。今このリーウェで君を助けてくれる人物は他ならぬ絶雲の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。OK, terus kemana? Wih, 1000, buset. Oh, ke atas ini. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!